皆様、こんにちは。今回もご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはカープレジェンドに焦点を当て掘り下げる内容になっています。70年以上の長い歴史を持つカープにはたくさんのレジェンドがいます。今後とも様々なカープレジェンドを紹介していきます。今まで知り得なかった監督、選手、関係者、またエピソードに興味はありませんか？毎週動画を発信していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回のレジェンドは阪神時代16歳と117日での初登板という戦後最年少での公式戦出場記録を持ち、1982年カープに移籍すると登板中6基の照明灯が全て停電になるという前代未聞の事態に巻き込まれ、現役引退後はカープアカデミーで指導者としても活躍した古澤健二氏です。では生い立ちから見ていきます。古澤氏は1948年昭和23年3月31日愛媛県新居浜市に生まれます。新居浜市というのは愛媛県東部に位置しており、瀬戸内海に面した温暖な土地柄で、プロ野球関係者では元巨人のエースで監督も務めた藤田氏の出身地でもあります。古澤氏は1963年新居浜東高校へ進学しますが、高校の勉強に嫌気がさしたのか、たまたま阪神のスカウトと知り合いになると、学校は辞めますから入れてくださいと申し出るのです。阪神側は高校卒業後の入団を進めるのですが、古澤氏は聞き入れず、翌1964年1月26日、契約金200万円で阪神へ入団するのです。すると、1年目の1964年7月25日、甲子園球場で行われた国鉄戦7対0で、ビハインドの7回、4番手としてマウンドに上がり、3イニングを無失点に抑えるのです。古澤氏はこの時16歳と117日、戦後最年少での公式戦出場記録となっています。また9月30日、この年の最終戦となる甲子園球場で行われた中日とのダブルヘッダー第2戦ではプロ初先発を果たし、3回1失点の数字を残しています。結局、1年目は8試合に登板、0勝0敗、失点は最終戦の1失点のみで、防御率は 0.53 でした。続く2年目になると、6月30日、甲子園球場で行われた太陽戦で完封勝利を収め、これがプロ初勝利となります。結局、2年目は31試合に登板、1勝1敗、防御率 3.63 の数字を残しています。古澤氏はこのまま順調に勝ち星を残すと思われていましたが、伸び悩みます。1966年は11試合に登板しますが、勝ち負けはつかず、翌1967年はウエスタンリーグでは最高勝率をマーク、1軍では21試合に登板し、2勝1敗、防御率 4.84 の数字を残します。しかし、1968年、7試合の登板に終わると、1969年、1970年は1軍での登板はありませんでした。それでも、1971年には背番号をそれまでの25から51に変更すると、自身初の2桁となる12勝を挙げ、規定投球回にも到達し、リーグ3位の防御率 2.05 をマークするのです。すると、翌1972年4月9日、中日球場で行われた開幕戦で初の開幕投手を務めますが、この試合、負け投手となります。この年は、前年の反動からか1勝しか挙げることができません。それでも、ウエスタンリーグでは最優秀防御率をマークします。すると、翌1973年から1978年まで6年連続で規定投球回数を達成することになるのです。特に、1974年にはリーグ最多の4完封を記録するなど、キャリアハイの15勝を挙げ、6月1日、広島市民球場で行われたカープ戦では、9回1イニングを抑え、プロ初セーブを挙げると、オールスターゲームにも出場しています。また、1976年には、4月4日、広島市民球場で行われたカープ戦で、自身2度目の開幕投手を務めると、9月には、月間 MVP を受賞します。
続く1977年には3年ぶり2度目のオールスター出場を果たし、7月24日西宮球場で行われた第2戦ではオールセントラルの先発を務めています。ただ翌1978年転機が訪れます。この年、4勝16敗2セーブと成績が低迷すると、オフには、真弓明信、竹之内正史、若名義治、武田正文との交換トレードで、田淵幸一と共に、西武ライオンズへ移籍するのです。こうして西武に移籍した古澤氏は、移籍初年、開幕から先発ローテーション入りを果たすものの、4月に先発した5試合すべてで、敗戦投手となるなど、思うような成績を上げることができません。結局、この年も4勝14敗5セーブと前年と同様大きく負け越すのです。翌1980年からはリリーフに回ることが多くなり、この1980年は3勝6敗5セーブに終わると、翌1981年は中継ぎに専念し、1勝4敗6セーブの成績を残します。すると、翌1982年、再び転機が訪れます。6月になって高橋直樹との交換トレードで大原哲也と共にカープへ移籍するのです。カープでは6月8日新大分球場で行われた中日戦5回から3番手として移籍後初登板を果たすと2イニングを無失点に抑えます。すると6月12日広島市民球場で行われたヤクルト戦5回から3番手として登板すると5イニングを1失点に抑え移籍後初勝利を飾っています。ただ7月8日岡山県営球場で行われた阪神戦に登板すると前代未聞の事態が起こります。この試合、古澤氏は6回途中から山根をリリーフすると続く7回もマウンドに立ちます。そして先頭打者佐野に対しフルカウントとなり6球目のモーションに入ろうとした時でした。突然6機の照明灯が消えグラウンドが真っ暗になったのです。停電の原因は岡山市内の電柱に青大将が登ったためでしたが、当時の照明灯は水銀灯のため一度消えると明るさを取り戻すまでに約20分かかるため中断を余儀なくされたのです。結局、18分の中断を経て試合が再開されるのですが、古澤氏は降りしきる雨も影響して、すっかりリズムを狂わされるのです。この試合、7回が始まるまで、カープが7対4とリードしていたのですが、逆転されます。試合再開後、佐野に対し2球連続ファウルで粘られた上、フォアボールで出塁を許すと、掛布にはセンター前ヒット、ワンアウト後、藤田平にもフォアボールを与え、満塁とされ、ジョンストンにはショート後方にポテンと落ちる2点タイムリーを打たれるのです。さらに、若菜にはセンター前同点タイムリーの後、代打、加藤博和へは、フォアボールで、再び満塁とされると、真弓のショートゴロ、併殺崩れの間に勝ち越され、なおもアレン、佐野の連続フォアボールによる押し出しで、1点を奪われるなど、この回、一挙5失点。この試合、9対7で敗れ、移籍後初黒星を喫するのです。結局、移籍1年目は29試合に登板1勝1敗、防御率 3.26 の数字を残しています。翌1983年8月30日、甲子園球場で行われた古巣阪神との一戦で6回途中から5番手でマウンドに上がり、プロ入り通算500試合登板を達成するのですが、ワンアウトも取れず、被安打1、吉四球3、失点2の大乱調で降板しています。また、10月9日、横浜スタジアムで行われた太陽戦では、カープ移籍後、唯一の先発を果たしますが、5回3失点で負け投手になっています。翌1984年になると、3勝を挙げ、4年ぶりのリーグ優勝に貢献するのですが、10月5日、横浜スタジアムで行われた太陽戦で3番手で登板した試合が、現役最終登板となります。翌1985年、一軍登板なしに終わり、この年限りで現役を引退しています。結局、22年の現役生活で543試合に登板、87勝115敗、25セーブ、防御率 3.72 という数字を残しています。
現役引退後はテレビ東京、テレビ大阪の野球解説者を経て、1993年から1995年までカープで投手コーチを務めた後、1996年から2000年まで阪神で2軍投手コーチを務めます。すると、ここから再びカープとのつながりが生まれます。阪神とのコーチ契約が切れた古澤氏は2001年何か仕事がないかと当時の松田はじめオーナー代行の元を訪ねるのです。すると松田オーナー代行からドミニカ共和国での仕事を打診されます。古澤氏は怖さはありましたが野球で飯が食えるんだからという理由で当時開校11年目に突入したカープアカデミーの臨時コーチを引き受けるのです。こうして古澤氏は海を渡るのですが、生活環境の悪さに戸惑います。古澤氏によると、道路の脇はゴミの山、外出は必ず2人以上、夜は出歩けない、運転手もホテルや球場の門番もピストルを携帯していたとかで、また食あたりで2日ほど入院も経験したそうです。また野球環境についてはメイン球場の他にサブグラウンド、ブルペン、室内練習場も備えるなど充実していましたが、選手の育成には苦労します。古澤氏は22年間の現役生活において猛練習で築いた経験則がアカデミー生には通用しなかったのです。アカデミー生は投手なら速い球を投げる、打者なら遠くに飛ばすと、ただそれだけでプレーの知識や考え方が浅く、走り込み投げ込みもなく体幹の筋力も弱かったのです。このため古澤氏は日本で活躍するためには細かなプレーを身につける必要があるとして、反復練習を徹底して行わせます。古澤氏はその後2004年には出向という形で中国野球リーグ広東レパーズの投手コーチを務めると、2013年1年間カープの一軍投手コーチを務めた後、2014年から再びカープアカデミーの担当コーチに復帰しています。なお2013年カープの投手コーチ時代においては、4月23日神宮球場で行われたヤクルト戦で8回表2アウト1・2塁の場面、代打前田智則がヤクルトの江村からデッドボールを受け、前田智則が激高。この際古澤氏がヤクルトの荒木大輔コーチの胸ぐらをつかむなどして退場処分になっています。ところで古澤氏はカープアカデミーの指導者時代1年の大半をドミニカで過ごしており、日本の家族と過ごせるのは2ヶ月ほどしかなかったようです。ただアカデミーの教え子の中には、2002年にカープと契約を結び1軍で2試合に登板したラミーレス投手、また2014年にはフランスを来日させると、2018年カープと契約を結び、アカデミー出身で最多の178試合に登板するなど、2018年のカープ3連覇に大きく貢献しています。そのフランスが6月26日マツダスタジアムで行われた巨人戦で来日初勝利を挙げると、古澤氏に対しありがとうございましたとお礼の電話があったそうで、それだけでもドミニカ共和国へ行った甲斐があったと古澤氏は語っています。現在はアカデミーコーチを引退しており、カープ2軍の臨時コーチを務めています。以上が古澤健二氏の半生になります。高校を1年で中退し、阪神に入団すると、戦後最年少での公式戦出場記録を持ち、1982年、カープに移籍すると、登板中、6基の照明灯が全て停電になるという、前代未聞の事態に巻き込まれ、現役引退後、阪神でのコーチ契約が切れると、当時の松田オーナー代行に職を求め、長年、カープアカデミーで指導者としても活躍した、古澤健二氏。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後とも様々なカープレジェンドを紹介していきます。今まで知り得なかった監督、選手、関係者、またエピソードに興味はありませんか？毎週動画を発信していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また感想などもお待ちしています。なお、普段のカープの話題に関してはブログに書いていますので、よかったらご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。ではまたの動画でお会いしましょう。